ハルリの To the Nature。 皆さんこんばんは。自然派ラジオパーソナリティのマイハルリです。金曜日夜10時を回りまして To the Nature 始まりました。この番組は自然や環境テーマに放送しております。今夜も皆さんと楽しく放送してまいりましょう。さて今日はですね、モグ菜園っていうところにね行ってみたいと思います。こちらのスタジオが笹塚というところにあるんですけれども、その笹塚駅のね改札口のところにモグ菜園のパンフレットがあったんですよね。そのパンフレットを見て、ああ素敵だな、行ってみたいなと思って、それで京王電鉄さんにお問い合わせをして放送していいかというふうにね、お願いしましたら、見事ありがたく京王電鉄さんから放送してよいと許可がおりまして、でね、皆さんに今日はモグ菜園を紹介したいと思います。それではどうぞ。さて皆さん、モグ菜園という名前聞いたことがありますでしょうか。モグ菜園、漢字で書きますと百の草の園と書きます。京王線にモグ菜園という駅がありまして、その駅から、まあ、歩いて10分ぐらいですかね、歩いたところにモグ菜園という庭園があるんですよね。駅から歩いて、まあ、途中坂を登るんですけれども、もうかなりの急勾配なんですよね。坂を登ってこう竹林があったりして、その脇を登っていくんですけれども、かなり登って、あ疲れたなと思っているとモグ菜園まであともう一息っていう看板があるんですけれどもね、その看板が出てくるんですけれども、そこからがもうさらにきつい急勾配のね坂道を登っていくんです。その坂道の終わりにモグ菜園があるんですよね。でこの、場所というのは昔昔ですね、浅草の浅草寺と同格であったとね推測される新寺寺というねお寺があったそうなんですよね。モグ菜園の場所をね中心に存在していたということなんですよね。この新寺寺というのは天平年間に建立されたと言われていて、その後、鎌倉幕府のための祈祷の霊場ともね言われていて、多くの方が訪れたそうなんですけれども、その後鎌倉幕府の滅亡によって新寺寺がね廃れた後に、この地に江戸時代正蓮寺というねお寺が建てられたそうです。でまた荒廃してしまった後に小田原城主大久保忠正公の、正室であります寿昌院自覚玄奘尼さんが徳川家康の長男信康を追悼するためにこの土地に正蓮寺を再建したそうなんです。その後時代を経て作られたのが京王モグ菜園なんですよね。ですからとっても歴史があるんです。この昔ね立派なお寺があったっていうことがなぜ分かったかというと、1989年にモグ菜園の外のねおトイレを工事した時に瓦が大量に見つかったそうなんですよね。昔当時っていうのはかやぶき屋根っていうのが一般的だったので、瓦を使うっていうのはとても大事な建物がこの場所に建てられてたんだっていうことからね、ここにお寺があったということが分かったそうなんです。園内に寿昌梅というね梅があるんですけれども、この梅は寿昌院自らがね植樹されたと伝えられています。こちらのモグ菜園、梅の季節には梅の香りに包まれるんですけれども、こちらの梅は早咲き、中咲き、遅咲きとね約50種類500本のね梅が咲くそうです。素敵ですよね。そして園内の奥にあります見晴らし台から、天気のいい日には新宿の新都心ですとか東京スカイツリーですとかね、または筑波山もね望めるそうです。野鳥もね多く飛来してきて、春はウグイス、初夏はホトトギスの声もねよく耳にするそうです。こちらのね、今先ほども申しましたけれども、正蓮寺というねお寺があった後、1873年に廃れてしまった正蓮寺の後をモグサ出身の生糸貿易商の青木角蔵さんという方がね
1886年に買収して、1887年にね、こちらの公園として公開したそうです。そして、その後、1957年に昭和32年ですね、京王電鉄の所有となったそうなんです。もう本当にね、園内に入りますと、四季折々、もう季節ごとにね、たくさんのお花が咲いていまして、もう花カレンダーを見てみますと、たくさんのお花が咲いていて、神事池という池にはですね、野鳥が羽を休めて、趣のある小蓮庵ですとか、三暦庵ですとかね、建物があって、本当にね、心が落ち着く日本庭園なんですよね。花カレンダーを見てみますと、例えば1月は、老梅ですとか、2月になりますと、梅、福寿草ですとかね、3月は、山椒ですとか、4月は、芍薬とか、片栗とか、三つ葉つつしがありますね。で、5月は、藤、尺投げ、牡丹、さつき、6月は、紫陽花、7月は、水蓮、で、9月は、万寿鮭、11月、もみじなどね、他にも、もう本当にね、毎月、お花が咲いてるんですよね。今回は梅を見に行ってきましたけれども、こちらの、もぐさ園さんではね、小蓮庵ですとか、三暦庵っていう中にある建物をです、皆さんにね、広くね、貸し出しをしているんですよね。例えばお茶会、歌会、句会、朗読会の場として、作品展や展示会の場として、和室が必要なお集まりなどにね、茶道、華道、着付けなどの教室の場として、まあ、皆さんにね、広く貸し出しているそうなんです。こんなね、素敵な日本庭園があるところでイベントができるなんて、私もね、こちらで何か催し物ができたらいいですね。何かね、予約をして、料金もあるそうなんですけれども、またね、撮影会などでも貸し出しをしているそうなんですよ。もしね、ご興味ある方は調べてみてはいかがでしょうか。私はですね、梅の季節に、私は梅をね、撮影しに行ったんですけれども、本当にね、いろんな種類の梅が咲いていて、園内がとても綺麗にね、お手入れがされていて、梅がね、咲いてて、本当にね、ちっちゃーな梅も咲いててね、もう本当にね、風が強い日だったんですけれども、日差しが暖かくてね、ああ、もう春だなーっていう風にね、梅を見ながら思いました。YouTube 放送の方で、もしね、写真がアップできましたら、アップしましょうね。ぜひね、皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。和の心を今に伝える芸王もぐさ園です。江戸近郊の名所としても知られてまして、田山花帯ですとか、和歌山牧水などもね、訪れています。本当にね、あの文化的な方々も訪れているということで、日本の庭園ってすごくいいですね。もぐさ園の様子いかがでしたでしょうか。芸王電鉄さん、放送許可いただきましてどうもありがとうございました。私もね、もうこちらのスタジオに来るときは必ず京王線をね使っていますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さんもぜひもぐさ園足を運んでいただきまして、四季折々のやっぱり日本の風情というものをね楽しんでいただきたいと思います。古い地図、まあ古地図って言いますけれども、古地図を見ているとですね、もう本当にこの地域は甲州街道があってね、昔からその宿ですとか甲州街道沿いに宿とかお店とか住宅がこう本当にね古い地図を見てもあって、でもぐさの方はちょっとこう山のようになってるんですけれども、その頃からそれで日野のあたりにもやっぱり住宅があってね、もぐさの周辺にももぐさ村っていう風な村だったんですよね。で村なのでちょっとずつ民家とかがあって、歴史が古い町なんだなっていうふうに思います。やっぱりね、そういう文化的なことにも触れる素敵な場所なんですね。皆さんもね、ぜひ行ってみてくださいね。自然の中に身を置いたとき、心がスーッと癒されていくのがわかります。かけがえのない自然、自然は普段私たちが忘れかけている大切なものを教えてくれます。心のゆとり、感謝する気持ち、命の大切さ。
自然を愛するすべての皆さんへ、言葉のプレゼント、トゥーダネイチャー。さて、梅の次に楽しみとしてはね、桜ですよね。桜、今年は暖かくて、もちろんほらとね、開花のニュースを耳にします。皆さんの地域はいかがですか？桜だよりありましたら番組に送ってくださいね。ところで、昨年、また伊豆大島の話になっちゃうんですけれども、伊豆大島の桜株についてね、放送いたしましたけれども、先日ね、まだ花が咲いてない時期だったんですけれども、私ついに桜株見に行くことができました。この桜株、大島桜なんですけれども、国内に生息する大島桜の中では最も古い、樹齢800年とも言われています。800年前というとね、鎌倉時代ですよね。本当に古いです。この大島桜、国指定の特別天然記念物に指定されています。特別天然記念物の植物としては、全国に30箇所あるそうなんですよね。でも東京都で行くと、特別天然記念物の植物は1箇所しかありません。この1箇所がこちらの伊豆大島の大島桜、桜株なんですよね。貴重です。今ね、樹齢のお話ししましたけれども、正式には記載がなくて、ある説には1552年の噴火の溶岩の上にあるので、それ以降ではないかという説もあったり、また溶岩流が枝分かれしてね、こうな流れる時に枝分かれして、その隙間、つまり溶岩流がない場所に生えているんじゃないか、でこういう場所をキプカという名前が呼ぶそうなんですよね。でキプカというのはハワイ語で、新しく流れた溶岩に囲まれた古来からある土地、また成長した森という意味があるんだそうです。ですから、もっともっと古くからあったんじゃないかっていう説もあって、またはね、縁の行者のお手植えという伝説があるんだそうです。縁の行者が699年に伊豆大島に流されたそうなんですよね。でそのお手植えということは、1300年ぐらいね、なるんじゃないかというふうにね、桜株の樹齢がそのぐらい、1300年ぐらいになるんじゃないかというね、お話もあります。本当にね、ロマンがありますよね。この桜株、以前は大変な巨木で、大島に来る船が目印にしたとも言われています。昭和初期にはまだ一本の巨木でしたけれども、やがて大きくね、傾き始めました。さらにもう今は幹から分岐した太い枝がね、倒れてしまってね、それが根付いて3本の小株がね、できているんですよね。私も見に行きましたけれども、木に支えられてましたけれどもね、今もね、たくましくね、生き続けています。本当にね、いろいろあってもね、頑張って生きている姿に勇気をもらいますよね。でさらに株を傷めないように、桜株の周りには遊歩道ができているんですよね。で私たちは遊歩道の上からこう桜株を眺めるような感じ、桜株をね、ゆっくり鑑賞できるんですよね。大島桜っていうのも皆さんご存知でしょうか？なんとなくね、白っぽいイメージですよね。ソメイヨシノよりももっと白っぽい感じで、緑色の葉が白い花とほぼ同時に出てくるのが特徴なんだそうです。そう言われるとね、なんかそうかもしれないですね。なんか写真撮るときに緑の葉っぱと一緒に撮れてたりしました、皆さんご存知ね、大人気のソメイヨシノありますよね。このソメイヨシノは大島桜と小松乙女、そのね、後輩でできたそうなんですよね。特別天然記念物の植物、どのくらいあるかと申しますと、大島桜の他に何があるかっていうとね、例えば阿寒湖のマリモ、北海道のね、マリモ有名ですよね。それから屋久島の杉、原始林がなどが挙げられているんですよね。伊豆大島の大島桜、次回はね、花が咲いている時に
行ってみたいですよね。でそれでねまた発見しちゃったんですけども、先ほど申し上げましたけど業者のお祭りもあるみたいなんですよね。なんかいいですよね。それも行ってみたいと思います。本当にね伊豆大島の話題って尽きないですよね。で桜に、まあ、関係したニュースで、先日のニュースなんですけれども、首やかつやかみきりのニュースがありました。桜や梅などの樹木を食い荒らす外来種なんですけれども、昨年千代田区の桜サポーターの放送をした時に話題になりましたよね。この首やかつやかみきりを駆除しようということで、群馬県ではこの首やかつやかみきりの駆除を、まあ、これまで市の職員が出向いてねやっていたんですけれども、これを市の職員だけではなくて市民を巻き込んで始めようということで、今年、まあ、8月頃まで集中的に駆除をしようということなんですよね。で市民の皆さんが駆除をした場合には1匹駆除するごとに50円程度の報酬を出そうかどうしようかということでね検討しているそうです。本当にねこの首やかつやかみきり、もう本当にね問題になっていますよね。で、数年前からもう本当に販売もしちゃいけないということになってるんですけれども、やっぱりもうだいぶね桜が傷み出して、もう本当に伐採しなければいけないぐらいになってきてますので、本当にね深刻な問題になっています。皆さんのお力でね、この外来種の問題も解決できるといいですよね。本当にね、優しい歌声で、もう春に聞くには、なんか、癒されていい感じですね。ピアノ、私ね、ピアノの音も好きなんで、なんか心がちょっとね、ほっこりした感じになりました。何かをね、始める春ですので、皆さんもね、何か始めようという時に、こんな曲ね、聴いてみるのはいかがでしょうか。ということで今日はね、いろいろお花をテーマに放送していきましたけれども、皆さんもね、どちらかお出かけになっていますか？もう春をね、見つけに行こうとするともう、ちょっとね、近所に行っても、お花が咲いてたり、鳥がさえずって言ったりね、皆さんもね、きっと春を見つけることができると思いますので、お散歩にね、ちょうどいい季節、まだちょっとでも寒いかな、でもちょっとねお散歩しやすい気候になってきましたので、外に行ってみるのはいかがでしょうか。ということでね、あっという間に時間が経ってきてしまいました。ではもう午昭和の時間です。引き続き川崎 FM でお楽しみください。来週も Do the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。